何せ、ね、お姉ちゃん何してんの、その部屋で何してんの、お姉ちゃん早く出ないと、とりあえず出ないと、また鍵かけられちゃうかもしれん。セーブポイント、わー危なかった、セーブのことを忘れませんでした、危ない、忘れそうだったけど危なかった、よっしゃよっしゃ、行きましょう、さっきのところだな、さっきのところ、さっきのところ、こっちじゃないし、さっきのところこっちじゃなかったよねあの女の子たちの部屋でどこだったっけ、こっちか、こっちだったわ、こっち、抜き道、こっちだったんかな、抜き道、そうだ、あ、ちゃうな、抜き道ここじゃない、バリケード、え、バリ、抜き道、え、抜き道の話は一周しちゃったよ防護服とかあるで、せめてこれで防護できないよ、あれえ、お姉さんのいる部屋の抜き道、あ、そうなんだ話の理解ができてなかったわ、つまりだ、跡が残ってるやん、あ、重ねるの、さっきの絵重ねるの、男と女の絵を重ねるの、これ男の女の絵だったかな、この形だったんだ、こっちじゃないし、片手引きにこの夕焼け、あ、男の人スルーされてるよ、男の人スルーされてるよ男は見殺しになっている、思い出けぼいだ男は、この2枚やな、こう2枚を重ねたらちょうどこの形になるんじゃないかな、女サイズぴったしで、夕暮れオープン、あったあったよお姉ちゃん、いくぞ、秘匿していた人体実験の施設みたいね、妻子のためとはいえこれではあまりにもむごい、さあ急いでゆい、この先の非常口から外に出られそうよ、あいつ、あいつ地下に入ってから追ってこないな、でもここまで来て油断をしない、一旦メモ取っておこう、やめてそれ追いかけてくるやつ、最後の最後ですごいデッドヒートを繰り広げ、きたー、突き落とされたー、ゆい一体どこから、お姉ちゃん先に逃げて、でも大丈夫、私もすぐに追いつくからって言うけど、俺が操作するんだよそれ、そんな開かない、どうすればいいの、私は通電していない、配電のスイッチは、なんとかスイッチをオンにしないと、無理だよそれは、無理だよルートを、あ、こういう感じ、なるほど、左、うわーうわーうわー、ずるいずるい、お前ずるい、それはずるい、だーん、そっからか、そのルートだ、あかんかった、じゃあどうすればいい、おいしかいだー、突き破ってこんようにようなやつでいけばいいんじゃ、こうしてこうぐらいで突き破ってこんかったらいける直線、わあお前ずるいじゃん、だからそれずるいじゃんやろお前、あーうわーそれはかんお前、反則反則、それは反則、一瞬回らなあかんな、突き破らんのかい、やばいぞやばいぞ、
うわあ。うわあ。そんな。よっしゃー。あ、こっち来ちゃった。なんか違う方向来ちゃった。お、いえい。行けー。このまま行けー。このまま行きたい。行きたー。登れないようですね。登れないようですね。助かった。早くスイッチを。よし。ズーデン。キャー！ガソリンが。ここに来てまた燃えたよ。めっちゃ燃え広がってるやん。これやつともお別れで。もう父どこかへ。うわー、なんてこったパンナコッタ。どうするんですか、どうするんですかこれ。え、この館と運命を共にするような感じになるの。ひどいこっちゃ、ひどいこっちゃ、ひどいこっちゃ、ひどいこっちゃ。どこから出るのこれ。あ、出れた。やった、わお。絶対絶命都市やん、お前。こっちか。なんでセーブボーイどこなのかな、お前。友情でセーブしてる場合じゃないよ、お前。うわあ、うわあ。大爆発だ。うわあ、うわあ、神回避、うわ、すごいことになってる。まだ生きてるの。BGM がえらいことになってるし、もう展開がえらいことになる。もう演出を派手にしたいタイプの作者さんですね、これは。とにかく派手派手にしてみたらこんな感じになりました、的な感じ。うお、こっちか。そうか、俺このパイプに使い取ったんだよこれ。うわーうわーうわー、展開がよくわかんねえや。なんかとりあえず流れでやってるわ。うわーうわーうわー。逃げたわ、なんか逃げれたわ。はあはあ、助かった。よい、よかった。お姉ちゃんどこから出てきたん。お姉ちゃん、お姉ちゃんと私は必死に走った。燃える館が見えなくなるまで。公園を出ると見慣れたはずの街の景色がやけに眩しく懐かしく感じられた。心臓がようやくいつも通りの落ち着きを取り戻したとき、お姉ちゃんは沈んだ顔で何か考え込んでいた。私、軽率だったわ。え？あそこが危険な場所だってことは理解しているつもりだったのに。焦って踏み込んでしまったの。どうしても事件の核心がつかみたくて。それで捕まった。お姉ちゃん、もうこんな危ない仕事はやめて。お姉ちゃんがいなくなったら私ごめんなさい。でも私にも思わなかった。人一倍怖がりのユイが助けに来てくれるなんてね。本当にありがとう。思い出すと今は私にもわからない。なんであんなことができたのかが。でもお姉ちゃんがいなくなるって考えた途端とても怖くなって、館に入ってからはただ必死に行動してた。まるで何かに取りつかれたみたいに。よい、私あの部屋に閉じ込められてからずっと考えていたの。彼がああなった原因を。原因ってウイルスのせいでしょ。そうね。でも私が考えていたのは彼が間違った道を進み始めた理由。え？愛国を失った彼は二度と同じ悲劇が起こらないよう実験を重ねた。そして結果的に薬は完成したわ。おかげで私は助かったのよ。その行動自体は間違っていないと思う。だからこそ思ったの。彼は一人にならなければあんな姿にはならなくて済んだんじゃないかって。もしかしたら彼はあの姿になってからも誰かと一緒にいることを望んだの
望んでいたのかもしれない。私の姿に娘や奥さんを見出してやっと家族が帰ってきたと感じたのかもしれない。じゃあその家族をさ、あんな牢屋に入れるのでどうかと思いますけどね。だから彼は私を生かしたままあんなところに閉じ込めていた。だとしたら私はやめて。あの人が悲劇を繰り返さないために薬を作っていたのだとしても、その実験に生きた人間を使ったんだよ。人を助けるための研究で人の命を使った。その時点でそんな研究何の価値もない。自己矛盾もいいところ、挙句の果てにあんな化け物になってお姉ちゃんをさらって。ゆい、あの人が薬の研究をしていたのは他人のためなのかじゃない。みんなに嫌われて孤独になったのがその証拠。最初から全部自分のためだったんだよ。だからお姉ちゃんが責任を感じる必要なんか絶対ない。ゆい、もうよそう。こんな話、私疲れた。そうね。ごめんね、変なこと言って。でも、もう一個変なこと言わせて。キューティーハニー、帰りましょう、ゆい。もう少しで家に着くわ。そうして、お姉ちゃんと私は、やっと家に帰ることができた。1年後。お姉ちゃんは記者を辞め、別の仕事を始めた。受験生になった私は日々勉強に励んでいた。あれから私とお姉ちゃんの生活は平穏そのものだった。でも私は未だにあの日の夢を見ることがある。恐ろしい光景にうなされ汗びっしょりで飛び起きるたび、私は鮮明に思い出すのだ。あの館で体験した出来事、間近に迫る死の世界、そして脳裏に焼き付いたあの斧を持った鬼の姿を、最近ようやく分かってきたあの時聞いたお姉ちゃんの言葉の意味が、孤独でなければあの人もあんな姿にはならなくて済んだんじゃないかって。孤独感、寂しさ、不安、それは時に周りを見えなくさせる。もしもたった一人の家族であるお姉ちゃんがいなくなってしまったら、私もあの人のようになるのかもしれない。でもきっとそれは私だけじゃない。人間は孤独を恐れる生き物。愛するものを亡くし、愛した人が離れていき、誰からも愛されなくなった瞬間、人は壊れ、変わってしまうのだろう。あのおの鬼のように。あ、これはちょっとエッチなバイブとかじゃないよ。エッチなバイブとかじゃないよ。そういうのを感じるところにつけてるとかそういうんじゃないよ。もしもし、どうしたの？え、お兄さんがいなくなった？今どこにいるの？公園。また引きさらったな。もしもし、もしもし、切れた。まさかね。終わった。お兄さんって誰だよ。ダダダダダン。アメリカのホラー映画の終わりみたいな BGM で終わりやん。スタッフどうだ。アロマソフト。アロマソフトって呼んだの俺最初。アルマソフトがこれ読みだな。ああ。なんだかんだで。そう。
なんか結構怖かったな、序盤。ああ、結構ドキドキした。魔女の家以来だったわ、あんな。まあ、人は結局孤独の生き物なんですよ。